ブラッキーを演奏するエリック・クラプトン・ブラッキー・ブラッキー・ブラッキーはエリック・クラプトンが愛用したフェンダー・ストラトキャスターに名付けられた愛称およびこの個体をもとにフェンダー社のカスタムショップが製造・販売したストラトキャスターの商品名エリック・クラプトン・ストラトキャスターはフェンダー社の商標として登録され R マークが添付されているクラプトンは1970年に ジミ・ヘンドリックスとブラインドフェイスのバンドメイトであるスティーブ・ウィンウッドの影響を受け、それまで使用していたギブソンのギターではなくストラトキャスターを使用するようになった。初めに使っていたストラトキャスターはニカラーンバーストのフィニッシュだったのでブラウニーという名前を付け、愛し市のレイラで使用した。同じ年、クラプトンはナッシュビルにあるチョバットという楽器店に入り、 ここで6本のヴィンテージストラトキャスターをそれぞれ1本、たった100ドルで購入した。6本のうち3本を、ジョージ・ハリスン、ピート・タウンゼンと、スティーブ・ウィンウッドに譲り、残された3本を分解して、最良のパーツを選び出して、このブラッキーを組み上げた。この名前の由来はフィニッシュがブラックだったからである。同年代のストラトキャスターで、黒はオプションのカラーだった。ストラトキャスターは当時ジャガーや、 ジャズマスターにシェアを奪われ、不人気機種とされていたため、一時生産打ち切りを真剣にフェンダー社が考えたほどであったことから、楽器店のみならず、質屋でもステネ同然で売られていたため、クラプトンもこれだけのギターをまとめて買うことができたという事情がある。その後、ジミヘンドリックスの登場によって、ストラトキャスターが再評価されるまでこの傾向は続いた。 初めて演奏されたのは1973年1月13日で、アルバムエリック・クラプトン・でインボー・コンサートにその模様が残されている。クラプトンはその後もステージ、スタジオ、プライベートと弾き続けて、ヒット作を多数残す。しかし1985年に行われたハートフォードでの公演を最後に、老朽化を理由にブラッキーを引退させてしまう。 毎日のように弾き続けていたため、メープル製、ネック自体の木材が大きくすり減り、スキャロップ指板のようだったという、電気系統には全く問題はなかったものの、フレットも指板にめり込み、ネックの中央部分では1弦と6弦がはみ出しそうな、ほどに真滅してしまったため修正が不能となり、演奏性にも問題が出ていたのが引退に至った理由である。2004年、 クラプトンが設立したドラッグとアルコールのリハビリ施設、クロスロードセンターを支援するために、ブラッキーがクリスティーズの競売に出品された。これを楽器チェーン店を経営するギターセンターが959,500ドルで競り落とし、史上最も高価なギターとなった。2006年11月24日、フェンダー社はブラッキーを復刻して、限定275本を販売。 発売後の数時間で売り切れ収益の一部はクロスロードセンターへ寄付された。1980年代末に登場したエリック・クラプトンモデルストラトキャスターのネックのグリップはこのブラッキーのネックをプロファイリングした上でエリック・クラプトン本人の好みや所有しているギターのネックを元に最もベストのグリップとなる形状を決めている。ありがとうございます。